はい、こんにちは、カツボウです。ドラゴンクエスト、ミストレールソング続きやっていきたいと思います。はい、あそこで生物とこうなんだね。エジンベアまで来ました。それでね、なんだ、デシカン37って HP が、まあ、宿泊まろうか。それでね、ここに水のアクアマリンがあるということで、まあそれをね、守ってんのかな。まあ水流っていうのが守ってるらしいんですけど、それに交渉しに行くっていうね、話ですね。開幕で今のはやめてほしいよね。ウィズリー強え。魔法カンタ使ったな、今。結構地獄なんですよね。まあ、このぐらいの雑魚キャラが普通にいますんで。交渉ってことはロマサガだよね。なんだ、ここのこと言ってんのかな。水流の神殿に行くのか。はい、水流の神殿。ルーラでは来れないよね。トヘロスの効果がなくなった。あのくぼみってなんなん。敵いんのかよ。プチール。あー、イオラ覚えてないのか。早い。プチールドラクエ5ですね、これね。多分右か左に、あちょっと勘弁して、ミミックとか。バイキュート打ちたいんですけど。あ、眠らせた。やっぱマドロミの剣いいっすよ。だここを開けないでセーブしといて、4分の1だからね、の確率で種落とすらしいので。やった、力の種ね。ああいうことだよね。馬車来てる。あ、来てないか。まあ他の敵も落とすのいいんだろうね。プチールばかり。もよもとって名前がファミコンっぽいもんね。違う、これさ、操作がさ、あんまりボタンがさ、本当にファミコン仕様なのよ、ね、押してもなんか反応が遅かったりとかさ、効かなくはないんだけどね。まとい、また変な出てきた。もうとりあえず下倒すか。
3回目の戦闘だよね。回復とかあんのかな。目の前でセーブしたいもんね。多分あの冥府とかあると思うんですけどそのうちね。どっちだこれ。エジンベアからね、生贄をよこせって言われてるんですよね。それで交渉しに行って、交渉次第ではアクアマリンがもらえるって言ってね。なんか神の一族らしいんですよ、水流がね。だから普通に戦ったら勝てないよっていう。どっちだこれ。下なの上なの。一回出た方がいいか。ここゼシカじゃない方がいいな。プリンの方がいいよ。ちょっと行けるとこまで行って戻ろう。ギレミトがないんだよ、そういえば。あ、あんのか、ギレミト。あ、これの方がいいかな。待って、イオラ覚えればちょっと使えるからね、ゼシカがね。あと1ルールでザオラロ覚えるらしいので、まあ、そこまではやりたいよね。なんか恨みでもあんのかね。いやー、ちっちゃい敵でさ、ちっちゃい敵ってさ多いじゃないですか、出てくんのが。やだよ。あ、使えないのか、リミット。え、やだよ、なんだあれ、何あれ。ちょっと回復してくるわあ、なんだろう、ディープバイター、シャドウサンダー、全部新モンスターだし。深海竜 HP 高そうだよね、シャドウサタン。勘弁して勘弁して。あ、引かなかった。シャドウサタン先だね。ザキってやめてました。深海竜 HP 高そう。あ、そうでもなかった。あったなんだなんだなんだこいつ。強いんだけど、なんだそれ。今カットしようとしたらあんなん出てきたよ。プリン連れてこようかな。ここなんかありそうなんだけど。やっぱ装備品もうちょっといい、良くないとダメかな。プリンにしようかな。帰るのか。はいプリン連れてくるってゼシカ連れてきちゃった。これはグフフ、うまそうな人間だな。さ、普通雑魚キャラなの。グロンデプス。あー、やめて。すげえ、頑張れば勝てんだ。おお、バカ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 、何それ。ちょ
待って、激しい炎なら聞いてねえし、そんなの。嘘。あーやべー、フバーハーないときついよね、こんなの。あー、いけた。なんだあれ、なんであんなのいいんだよ、バカ野郎。冗談じゃないよ、ザラル覚えた。あ、イオラ覚えた。ちょっと待ってよ。ああ、よかった、水は羽衣。ああ、いいね。バカ、冗談じゃないよ。いや、ちょっと待って。だいぶ上がんな。待って、魔法のホイノがいいから呪文。水の羽衣も多分今の軽減できるから。きつ、なんだあれ。あいつは、もう一瞬、間違えたと思った。まあ、なんとかギリ倒せるぐらいだけどね。あれ、パワー倍あったらきついで。よっしゃ、一回プリン連れてこよう。プリンに、あ、待って、魔法の方位か。魔法の方、まあ、待って。バイキルトだったよね。で、リレミトが使えないの？プリンリレミト使えんだよな。でも回復3いないときついかな、これ。バカ野郎、なんか行ったり来たりさせんだよ。もう、恐ろしいね。いや、こいつが出てきてさ、深海流でちょっとビビってたんだけどね。その大勢強くないから。グロンデープスって。いたね、そういえばね。これドラケ5だもんね、こいつね。フォーはもうちょっと可愛いんだよ。名前もちょっと違うしね。フレシオドンとかさ、なんかそんなんだったけどね。首長竜と、フレシオドンかな。深海竜じゃないんで。あー、なんだあれ。デボラ。で、あー、装備できないのか。魔法の方位。待って、水の羽衣は？でしか装備できるよね。あ、プリンが装備できる。これでサモロはあれ、バカ冗談じゃないよ。なんだあれ。これで人生合ってっかな。回復が2人しかいないんですよね、こうなると。なんだけどリレミトないと怖いもん。リルミト使えないんだよ、賢者が。なぜか。お金を貯めて、やっぱ装備品買った方がいいのかな。シルバーネイルとか売ってたよな。水の羽衣は大きいね。お、ボーンナイト。あ、なんかグレートライドンの色してるけど、気のせい。こんな色だったっけ？よし。勇者、ボーンナイト。まあ、勇者たる。いやー、面白い。こういうゲーム大好き、本当に。まだやってないのいっぱいあるからね。だからこの人がさ、こんなん持ってるの強っ。来るのいいね。デボラよりハッサンの方がいいのか謎なんだけど、とりあえず防げんのがデボラだから、ドラゴンシールドの方がいいかな。さっきのとこドラゴンシールドとかの方がいいかもね。やられたら自分シールド買いに行ってましたよ。これがさ、ザキがさ、
でも賢者と剣そばから来た。まずこいつ沈めてしまえばなんとかなるかな。ここ落ちてしまったら元も子もないんですけど。怖い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 。25ライディン、あ、ほら覚えた。25か6で覚えるかなと思った。今すごくね、ちょっと MP 尽きるまで。ここで63になっちゃったよ。ダンジョン長いんかな。どっちだこれ。あ、ミミック、あ、小さなメダル、やった、当たりだ。ルーンブレイド、ルーンブレイド、ブラッドソードじゃないの。ルーンブレイド、来た。名前違うと面白いな。ザキが怖いんだってば。ザキがよ。右は、これ2択やめてほしいよね。こう家見と聞くところで、どっち。ラリフォーは聞く。とか普通にザクッと受けるからね。こっちで合ってんのか。左側は何だったんだろう。宝か。右で当たってんだったら一回戻って左に宝なんだったらね。宝っぽいよね、左ね。ギリまで行ってこの強さだったらちょっとまずいよね、戦うとかなったらね。
だって行くまでにきついもん。ボス戦ないんだったらね、どっちきついのは分かんだけど。交渉っていうのがどうなのか分かんないよね。そのリレミとか効かないんだったらやっぱ戻ることも考えなくちゃいけないし、ちょっと一回開けて戻っか。リレミと効くかな。うわー、なんでペテマイ、やばいよ。あー、大丈夫だった。バイキルト、まああっちが守備力下がらないんだったらバイキルトかけるしかないよね。ステミとかやめろよ。どんな亀で、海の守り亀的なね。いるな多分。4000ゴールド。ここまで来るんだ。バグったりしないよね。連れ出てくれるよね。これ防御屋だったっけ。あ、違う、人間がお肉がなんとかつ。ハッサン連れてって、これドラゴンクローの方がいいかな。ゾンビキラー。あー、どっちの方がいいんだろうな。ドラゴンクロー？ちょっと待って。ハッサン連れて行くべきなんかな。鋼の爪は売ってたな。ちょっと先ほどのとこまでカットしますね。はい、とりあえずは、もうちょっとで着くんだけど、こいつラリフォー効くね。多いからめんどくさいよね。これで、ラリフォー効いたでしょ。で、ここでバイキルトかけて、グリーン危な。タイガークロー的なものを覚えればいいけどね。これはどっち？あ、まだあんのか。ここでなんかついたかなと思ったんだけど。見せる。あー、これ結構怖かったんで。
27って結構高いよね。あ、ザラキ。ザラキ、効くやつと効かないやつ多分いるよね。まあそりゃそうだけどね。じゃあ、そういう意味じゃなくてね。すげえ効きやすいやつとって話ね。だから、使う、どっちだよ。使うことにより全然違う。津波使ってきたら当てはないよね。あーもう倒せや。からぐるって回ってくるパターンだね、これね。危なくなったらまた出るし、ね、どっちだあれ。いやもううざい、うざすぎる。ボスいんのかこれ。ああ、ちょっとまだ探索もしたいしね。まさかこんな長いと思わなかったね。津波怖いな。あ、ザラキ。ここで覚えるってことは効くやつがいるってことだよね。おお、お前たちが生贄か。今年は4人もいるのか。何、生贄ではなく交渉に来ただと。しかし私にとっても人間はご馳走なのだ。対価にはそれなりのものを要求させてもらうぞ。世界の南東、氷の島にある島に隊長が住んでいる。そいつから星フルでは取ってくるのだ。いえ、私に挑むというのか。いいだろう、かかってこい。ああ、だからこれ入ってやって取ってきて、二通りぐらいあんだろうな。とりあえず、まあ今回ここまでにしよう。取ってくるしかないよね、これね。水流、水流じゃないの。まあ無理でしょうね。はい、まあ次回あそこからやります。まあ全滅ですよね。取ってこいつはね、入ってやって星降るではを全部手に入れてね、片っ端からね。倒していけばいいんかなと思いますけどね。はい、ということで今回断りたいと思います。じゃあ次回ね、こいつの言うことを聞いて、まだ行ってない場所ね、回ってから行こうかな。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。